どうも皆さんこんにちは。こんにちは。M2 プラントの杉本と申します。勝本と申します。今回は、ワンピースの、ボタンダウンで、シャツを作りましたので、はい、そちらを紹介させていただきたいと思います。お願いします。このワンピース、何がワンピースかって言いますと、シャツの、まあ、作りで言うと、なんかこう大体身頃とこう台ね、羽、襟の部分、はい、こう3つのパーツで作られてることが多いんですけれども、ね、今回作ったワンピースカラーっていうのはカラーですけど、ここですね、はい、羽と台が1枚で仕立てられたものになります。これが通常のボタンダウンなんですけど、これがそのワンピースになるんですね。もう襟元です、ここですね、うん、はいはい、なのでこの部分が1枚になるっていうことは、襟のロールといいますか、こういうこの折り返しの山というかがより柔らかくて、より自然だと、うん、そうですね、ふわっとしたこう本当柔らかい感じになりやすいですね。そう、かっちりした印象っていうよりか少しこう砕けた印象になります、ね、はい、なのでこう襟立ちがこう綺麗かった、そうですね、うん、なんかこう立体的になるというか、まあ、そういう雰囲気になるので、まあ、ごジャケットの下に着ていただいてもいいんですけど、例えばシャツ1枚だった時とかでも、はいはい、そんなにこう崩れたりしにくい。ああ、そうですね。本当こう綺麗に襟がこう立つというか、そうですね。シュッとした感じになりますよね。ここがすごい柔らかい雰囲気になります。こう一枚だ。これと比べてここはやっぱりちょっとこう硬さが残るというかね、うん、感じになるので、ここも非常にいいんですけど、まああのボタンダウンはお持ちだとか、うん、まあ普通のカラーは大体持ってるよっていう方なんかは、割と次になんか選ばれるときにこういうのも一枚あってもいいのかなと思います。そうですね、はい、であの今回は僕ここは麻の素材で作ってますけど、あの他にもちろんあの8500円かな、はい、綿100はあのたくさん種類もありますし、このワンピースのカラー、今回ボタンダウンですけど、あのレギュラーだったりあのワイドもあります。でまた違う雰囲気になりますので、またあの次回なんかおっしゃっていただける時もなんか参考になればなと思って、ね、はいはい、あの紹介させていただきました、はい。この動画を面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録や、高評価の方よろしくお願いします、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。